597円4です。本日も動画ご視聴いただきありがとうございます。というわけで初収益は597円でございました。やってられるか、やってられるか、こんなもの。はい、というわけでですね、本日も動画ご視聴いただきありがとうございます。初収益の理由に関しては、収益化されたのが5月の末ということで、集計期間が2日しかありませんでしたっていうことなんですけど、まあでも逆に言えば2日で597円ってなかなかいいのではないかなと思ってるんですよね。はい。そしてこれが5月の収益分なんですけど、6月の収益分っていうのが15,101円ですね。はい。まあこちらが、実質的な初収益になるのかなという感じですね。この動画を出すのが大変遅くなってしまったんですけれども、視聴者の皆様大変お待たせいたしました。というわけで、遡ること4ヶ月前ついに YouTube のチャンネル登録者数が1000人に突破しまして、収益化することができました。本当に皆様、チャンネル登録いただいている皆様、いつもありがとうございます。はい。そして、まだね、このチャンネルを見続けているのにもかかわらずチャンネル登録をしてくださっていない皆様、視聴回数に貢献いただきありがとうございます。すべてアナリティクスで把握しております。いつでもチャンネル登録お待ちしております。というわけで YouTube の収益化の、条件なんですけれども、直近12ヶ月の動画の総再生時間が4000時間ということで、それとチャンネル登録者数が1000人以上、この2つを両方ともクリアしなければならない。直近の動画の再生時間が4億時間だろうが、ね、チャンネル登録が1だったら収益化不可能。チャンネル登録が1億人いようが、動画が1本も再生されなければ収益化は不可能ということで、これって両方の条件を満たすためには自分一人の力じゃどうにもならないんですよね。ということで、今まで動画を見てくださっていた方や、ね、今見てくださっている方全てに感謝しております。本当にありがとうございます。実際に YouTube を副業としてやってみて、感じたことっていうのをちょっとお話ししていこうと思います。最初に動画を投稿したのは、2021年の8月13日、はい、そこから、4のなんていうんだ、ヒストリーが始まりました。はい、2月から7月の動画は全部消してやったけど、めちゃくちゃ大変です。今回 YouTube を始めたのは、まあ一つ面白そうだったからっていうのが、まあ、大きな理由でやったんですけど、収益化をして、副業にしていければいいなと思って始めたんですけど、まあね、私なんて特にね、特技もなければ、まあ、ルックスがねちょっといいぐらいで声してるぐらいのところしか取り柄はないんですけれども、とにかく YouTube っていうのはまぐれでこうねっていうことはほぼないのかなと思って、まあもちろん実力が伴わなければね、伸ばすことはほぼ不可能なんで、まあ、そういうのをね、そういう大変さを知れてよかった。実家暮らしということもありまして、そのね、闇に葬った2021年の2月から7月の動画は全て部屋で撮ってたんですけど、自分の部屋で、実家暮らしだったんで、小道寺だったんで実家で撮ってたんですけど、マイクもなければね、スマホ机に置いてボソボソ喋ってたんですよ。ミニマリストになって、まずタンスをね処分したんですけど、タンスを処分したことによって壁1枚プラスタンス1つがあったんですけど、壁しかなくなっちゃって、多分これぐらいの声で喋ったら隣の部屋聞こえるんですよね。ということで、それはさすがにまずいと思ってね、だって考えてみてくださいよ。自分の子供、いや自分の血がいきなりですよ、ある日いきなり部屋で電話もしないのに一人で喋り続けてるんですよ。もう恐怖じゃないですか、シンプルに。ということがあって、実際実写動画はめちゃくちゃボソボソ喋ってたんですよね。今ねこうやって普通に喋れるようになってるんですけど、まあそのために一人暮らししたって言っても過言ではないというか、まあ一人暮らしした理由は YouTube をやりたいからっていう感じだったんで。そしてまあ一人暮らしをする前に、じゃあとにかく実写動画をね出したい、自分のそのね、ミニマリストになったことについてなんかいろいろ喋りたいと思ったんですけど、じゃあ私にはバイクがあるじゃないと、バイクに乗って喋ろうと思ったんですよ。ヘルメットかぶって iPhone をここにくっつけて喋ったんですよ。全然聞き取れん、マジで聞き取れん。最初は風切り音に負けて何言ってるか全然分かんなかったんですよ。
次にピンマイクを導入してつけたんですけど、あの iPhone って動画を撮ってる時ピンマイク使えないんですよね。これめちゃくちゃどうでもいい無駄知識なんですけど、あの覚えておいて。あ、ちなみに今の13とか、まあ iOS によるのかちょっとわからないんですけど、今のこの13は使えるんで、多分その前後の機種は使えると思います。確か12ミリがダメだったと思うんですよ。もしかしたらアップデートで改善されているかもしれません。でもそもそもヘルメットのここにね iPhone をつけてバイクで走るってことは iPhone ぶっ飛ばされる可能性あるんでやめましょう。今でも時給換算したら地獄、収益化はできたんですけど、初収益も結構良かったんですけれども、やっぱり動画編集の時間とかを考えると1時間あたりのねいくらなんだろうっていう、ちょっと悲しくなってきます。まあでも楽しんでやってるんで、そこはもうおまけでついてきたって感じで考えてます。ミニマリストの動画が飽和しているっていうことです。これ大変だった理由なんですけど、昔はねそれこそ1年2年3年とかもう前になればなるほどミニマリスト発信の YouTube をやってる方って多くはなかったと思うんですよ。もしくはあのやめてっちゃった方とかいると思うんで、前は再生数取れたと思うんですけど、今はなかなか難しいという印象があって、なんか新規がこう参入するにはちょっと難しいのかなって思ってます。まあ自分も実際1000に行くまでにとてつもない時間を要したので大変でした。喋ることが苦手なので実写動画が出せない。自分は喋ることがめちゃくちゃ苦手なんですよ。あのカメラに向かって喋ることが特に、人と人の会話だったらえげつないぐらい喋れるはずなんですけどね。ということで喋ることが苦手なんで、今めちゃくちゃ実写動画をバンバン出してってます。もう苦手だからこそ逆に喋るってやろうと思ってね、喋ればやればできる多分。まあ苦手なものを得意なものだけ伸ばすっていうのもいいと思うんですけど、 YouTube やっていく上で喋れないっていうのはちょっと致命的すぎるので頑張っていこうと思います。そしてめちゃくちゃ楽しい、途中から Vlog というスタンスにシフトを変えたというか、実写動画プラス Vlog という形にシフトして、まあそこから結構 Vlog の方で編集が面白くてで楽しんでやってるんですけど、それが結構ご好評いただいております。ありがとうございます。はい、で実際結構こう面白いとかね楽しそうとか言っていただける理由としては、おそらく自分自身が楽しんでやってるからかなと思います。編集も結構楽しんでやってます。一時期地獄のように大変でしたけど、30分の動画とかね、30分の Vlog ってやばいですよね。最近1時間の Vlog 出してる猛者もいるんですけど、そして切磋琢磨する仲間ができたということですね。これはまあ YouTube に限った話じゃないんですけど、 SNS、Twitter だったり Instagram だったり TikTok だったりとか、まあ、そういうものをねこう力を入れて頑張ってる仲間もいて、それ以外にも仕事をね頑張っている方とかたくさんの仲間ができて、そしてそういう人たちとこう切磋琢磨しながらね伸ばしていっているので、めちゃくちゃ楽しんでおります。実際にやってみての感想はこんな感じです。今後の目標の前に一つお知らせです。 iVlog という動画を毎週日曜日19時に投稿しております。よかったらそちらもぜひご覧ください。今後の目標について、今後の目標なんですけれども、今ありがたいことにチャンネル登録は1200人を突破しました。これから頑張って1281に1282に1283人と積み上げていこうと思いますんで頑張っていきます。そして今後はコラボにもちょっと力を入れていきたいなと思います。いろんな方にちょっかいを出して打診中です。そして YouTube やってる方とか、まあ別に YouTube じゃなくて、ね、ブログやってる方だとか顔出し NG の方でも全然、今動画編集でモザイクとか勉強中なんで、どんな方でもコラボできるようにという感じでやってますんで、よかったら気軽にコラボの方お願いします。ミニマリストじゃなくても大丈夫です。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、コメント、グッドの中から3つを選びしていただけると嬉しいです。フォーでした。バイバイ。